はい、どうも皆さんこんにちは。監督ラボの監督です。いや、さすがに無理。というわけで、こちら届きました。中身はこちら本体とネジ系が2種類。そして足が4本。以上となります。本体でございます。長さを測っていきます。はい、横、ちょうど80。奥行き35。そして裏返します。しっかりした作りでございます。あ、ありがたい。スリード見つき。しっかりした作りですね。では、作っていきます。説明書がないですね。もう見るからに。組み立てはめちゃくちゃ簡単です。ネジを締めるだけ。もうあとは締めればいいです。はい、こんな感じで締め終わりました。はい。はい。座ってみましょう。はい。おー。そして高さ45センチ。高すぎず、低すぎず。標準的な日本人の体型に合わせた高さとなっております。2人座ることができます。1人で座るとかなり横幅がありますね。重さは約12キロで持てる重さですね。片手だと結構きついけども持ち運びすることができます。主な用途、毎日の生活の場としてダイニング、ベッドサイドに最適。お気に入りのマイルームに設置し、まるでカフェのような空間を作ることもできます。他にも店舗やマンションなどのエントランスや玄関に置いても最適。おしゃれな佇まいはこの場の空間の雰囲気をきっと温かくしてくれます。座る目的以外にも壁付けにして、絵や小物の飾り台としても使えます。あと手もたれがない分、こっちに座ったりこちらに座ったりとかも利便性がグッド。ベンチの材質は硬く重厚で耐久性に優れ、古くから家具に使われていた天然木を使用。木目、筋、色合いが一点一点異なり、様々な表情を見せてくれます。はい、というわけでいかがだったでしょうか。お部屋においておしゃれ空間を演出。マンションや店舗のエントランス、廊下への設置も相性抜群。しっかりとした作りで長持ち。最高な雰囲気を作ってくれること間違いなしな一品。北欧オーク風ベンチ。興味がある方は詳細は概要欄から。監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう。